こんばんは、青木かのんです。今日はですね、内容がかなりセンシティブなので、間違った発言とか誤解を招くような発言するのが怖いので、あらかじめ台本を書いています。なので、ちょいちょいこのスマホを見ながら喋ると思いますが、ご了承ください。今回、その松本人志さんの性加害疑惑でいろいろ話題なので、芸人さんから触っちゃった。芸人さんから実際に性被害を受けた立場側の感覚で、今回なぜ女性が断れず逃げられなかったのか、そしてなぜこういった告発が起きてしまうのかについて、私なりの見解で話していこうと思います。まず大前提として、性的同意のない性行為はダメです。そして私の経験上なんですけど、芸人さんとの飲み会も行かない方がいいと思ってます。特にまだこの業界で売れてなかったり、自立してお金をしっかりと稼いでない方は、特に足元を見られるので、あ、こいつだったら手出してもいいやみたいな、そういう見方をされちゃうんですよ。なので、そういう段階の時は行かない方がいいです。これは過去の自分にも言い聞かせてます。私もですね、国民的お笑い芸人の方から性被害を受けました。過去にこちらの動画で他の芸人さんと起こった性被害の件も名前を伏せて動画にしてますが、今回の話とこっちの動画で出た芸人さんは全く関係ないです。別の話です。まずこういったトラブルって基本的に男性が悪いと思ってます。なぜなら誘った側でありきっかけを作ったからです。でも誘いに乗る女性も悪いと思ってます。世間の認識だと、そもそも男女で密室になったら男性側は暗黙の了解で、あ、俺とこういうことしてもいいんだなみたいな感じで性的同意をしたと思っちゃうんですよ。なのでこういった告発が出た時って、いやいやいや、断って逃げればいいじゃん、逃げずにやっといて後から告発とかせこい女だなって思う人も多いと思います。実際に私もそう思ったりもします、他の女性に。でもこれはですね、簡単にたらればの話で済ませるようなことではないんですよ。実際にその現場にいた人じゃないとわからないような感覚だったり空気感があります。なので、私がとある国民的お笑い芸人さんから逃げられなかった時の状況をお話します。なんとなくそれでイメージつくかもしれないんで。で、私のこの話を聞いたことによって、人によっては、あー、まあ確かに断って逃げるのは難しいかもなってご理解いただけるかもしれないので、私の過去の経験をお話しします。今からですね、私のケースを話す前に被害女性の属性を分けないと話がイメージしづらいと思うので、属性を2つに分けます。まず1つ目の属性は一般人で芸人さんのファン、そして2つ目の属性、タレントやアイドルの卵。私が性被害を受けた当時は芸能活動や YouTube だけで全然生活できるような稼ぎがなかったので、2つ目の属性のタレントやアイドルの卵で今回は話を進めていきます。ではですね、今から私が性被害を受けた時のケースをお話しします。すごいな、なんか硬いな今度が。今回、当時私はですね、 YouTube を本格的にやる前にスカパーで女子アナウンサーの見習いみたいな、いわゆるその番組アシスタント的な立ち位置だったんですよ。それでテレビに出てました。週2日ぐらいかな。で、その番組はですね、結構多くの著名な芸能人が出演されてて、なのでそれをきっかけに連絡先を交換したりとか、それでだんだんと交友関係が広がっていくんですよね。で、広がっていくとどうなるかっていうと、飲み会とかのお誘いとかもいただくようになります。それでいろんな芸人さんが集まるような飲み会とかにも、私も当時必死だったから売れたかったから、すごいいろんな飲み会に顔を出すようになるんですよ。やっぱりそういう飲み会に顔を出すと、まだ売れてない私にとってはすごいチャンスなんですよ。例えばすごい芸人さんがいたりとか、番組のスタッフさんとか作家さんとかお偉いさんがいるんですよ。なのでそういったところに積極的に顔を出すっていうのは、タレントやアイドルの卵の人たちってみんなが経験してると思うんですよね。で、そういった飲みの場で気に入られると、次うちの番組出ないみたいな、そういったチャンスも入ってきたりもしますし、私も実際その場でチャンスをいただいてゴールデンタイムの番組に出たこともあります。なので私はどっちかというと、芸人さんのファンだから肉体関係持ちたいじゃなくて、自分のことをこう売り込むために行ったみたいな。でですね、とある別の日にその飲み会で出会った国民的お笑い芸人さん、その人なんですけど、突然 DM が来まして、この前はありがとう、かのんちゃんのこともっと知りたいから、よければ2人でご飯食べへんって来たんですよ。いきなりね、私びっくりしてめちゃくちゃ嬉しくて、え、これチャンスじゃんみたいな。もちろんその方のことをもうちっちゃい頃がテレビで見てたから、わあ嬉しいみたいな、まあちょっとミーハー心もあったけど、どっちかっていうと私はこの人とつながっていろんな番組に自分が出れるチャンスをつかみたいっていう、まあ、そういう感じだったんですよね。で、当日六本木の焼肉屋の個室に呼ばれて、
スタッフさんがですね、ひそひそ話っていうか、あ、この人があの芸人さんに呼ばれたやつかみたいな感じでめちゃくちゃねざわついてたんですよ。だからそれぐらい有名な人。食べてる時はですね、全然普通だったんですよね、その芸人さん。芸能界の息抜き方とか、エグザイルのメンバーはこんな感じでめっちゃいいやつだったんだよとか、もうめちゃくちゃテンション上がってすごみたいな。多分2時間ぐらいかな経った時に、じゃあお店出ようかみたいな。その芸人さんがですね、まだ時間あるって言ってきたんですよ。なので私はお尻に予定入れるなんてね、その芸人さんに対して失礼だから、いやありませんって、開けてありますって言ったの。そしたらですよ、急にですよ、俺カノンちゃんにすごく興味が出ちゃったって言ってきたの。体どうなってんのかなって、でいきなりじゃん。だから、あ、ありがとうございますみたいな、うんって なったんだけど、そしたらさ、もう向こうが食い気味で、もうこうなったらホテル行くでしょみたいな。さっきあそこまでいろいろ話してくれたんだから、これでバイバイはないでしょう、もう下にタクシー呼んでるからみたいな感じで言ってきて、で私はさ、もうみたいな感じで動揺してて、そのお店出る時に私の手を引っ張って、俺も仕事があるから変なことはしないから安心しみたいな言ってきて、いやいやいや、もうその時点でアウトでしょって私思ったんだけど、逃げられないんですよ。なんでお前逃げないんだよ、死に物狂いだったら逃げれるだろうって、世間の声って多いじゃん、そういう告発された時ってさ。でも逃げられないんだよ。食事中にさ、いろんな芸能人の交友関係もこう聞かされて、やっぱ尊敬の念が湧くんだよね。その瞬間に急展開で手引っ張られて、しかもタクシーもいつの間にか用意されてて、パニック状態なんですよ。だから正常な判断もできないし、しかもここではっきりと断って、この芸人さんに嫌われたらさ、今後自分がその芸能界での立場が危うくなるっていうか、やっぱその人さ、すごいいろんな番組とか出てるからさ、偉い芸人さんクラスになってくると、やっぱその人が好き嫌いで、この子を番組に呼ぼうみたいな、そういうキャスティングが権限があったりするんですよ。だからもう怖くて、もう怯えて、私はもう断ること、あ、無理だと思って、で六本木から目黒のホテル街に向かってる時に、車内でですよ、車内で2人でいるのに LINE で、先にタクシー降りて200メートル先のあそこのホテルだから歩いてきてって、多分外でね、通行人にバレないためだと思うんですよ。私が先に降りることによって、その芸人さんは別々のやつらみたいな、なんかそういう風にさ演出できんじゃん。でホテルに合流して、あとはもう想像通りですよ。ホテルに入ってからも私はですね、それはちょっとみたいな感じでごねてたんですよ。結構ごねてたの。これはまずくないですかみたいな。したらだんだんとその芸人さんがもうええってみたいな感じで、ちょっとこう切れてきたんですよ。で威圧的に怖くなって、なので私はその場から逃げるというよりも、業界での自分の立ち位置を守るために最終的に受け入れてしまったという感じなんですよね。しかもその芸人さんさ、今もバンバンテレビ出てるのね。多分私がね告発したら、多分その方ね仕事失うと思うよ。大変なことになると思う。それぐらい、うん。でここで冒頭に言った、なぜ後になって芸人さんが女性から性被害を受けたと告発されてしまうかについてですが、あくまでも私があの国民的お笑い芸人さんを告発するなら、このタイミングでという前提で今からお話しします。2つの条件が揃ったら私も告発するかもです。1つ目は、関係性が汚れたまま終わった、あの日の終わり方が綺麗じゃなかったので、その時点で私はその芸人さんにいい印象を抱いてないんですよ。その芸人さんがテレビでこう映るたびに、なんかうわみたいな感じになるし、しかもそれ以来会ってないからね。で松本人志さんは女性たちにタクシー代として5000円渡したんでしたっけ。もう5000円ってさ、風俗より安くない、まあ、お金もらうのが正解なのか全然わかんないんですけど、だってパフォ活とかではないからね、良くないし。しかもでも私さ、1円もその芸人さんからもらってないし、めっちゃ稼いでるのに、 その人ね。なんならその後ホテルから一人で帰らされましたからね。出る時に、俺が出た後3分後に一人で出て行ってみたいな、へみたいな、送ってくれないんだみたいな思ったけど、なんでその芸人さんに対して私は好意的に思ってないです。二つ目が、私がこの世界で全く食べれなくなって、もうこの活動に未練がないなと思ったら、週刊誌に情報を売って最後に一儲けします。もう失うもんないからね、最後に爆発させて終わると思う。だから多分その今回松本人志さんの件で告発した人も、同じように性被害を受けた側のね、女側の立場としてはなんかそういう感じなのかなみたいな。ただですね、ちなみに私は告発しないですよ。今の段階では告発しないですよ。なぜならさっきも言った通り、自分が売れたいという損得感情で性行為を断らずに受け入れてしまったという自分の非も認めているので、私は告発する気はないです。本当にこう、例えばだよ、手錠かけられて軟禁状態にさせられて、もう無理やりだったらもう私は告発するけど、私も心の中でどっかで自分の立場を良くしたいみたいな、そういう浅はかなね、売れたいという欲望を
断ち切ることができなかったから行ったわけですよ。だから私も行けないよねって思ってますし、なのでその松本人志さんの8年前とかでしたっけ、その性被害を受けたと言い出してる女性に対して私はなんか同じ似たような体験をした立場の人間から見るとすごくモヤモヤします。お金目的なのか、なんかいろいろ勘ぐってしまう私自身のひねくれ加減もまあ、嫌になるんですけど、まあ、相手はですねその一般人女性って言われてますが、分からないですよ。当時はタレントやモデルの卵をやってて夢叶わず諦めて一般人になったかもですし、こういうケース本当多いんですよ。ちょっと言葉汚いけど性処理係みたいな感じの立ち位置にいるような崖っぷちの女性タレントとかグラビアアイドルとか、なんてさ、そもそも松本人志さんとつながるにはさ一般人じゃ無理あると思うんですよね。なのでその女性が夢叶わず今お金に困っているのか払いせなのか分かりませんが、そういう経緯もあってで週刊誌に売った可能性もあるんじゃないのかなと私は勝手に妄想してます。だって行ったんだから、自分から行ったんだから、なぜならその場に行くことで何か自分にメリットがあると思ってるから行ったんですよね。だって私もそうだったから、自分で行って後から告発してるってなんか都合いいなって私は思っちゃいますけどね。本当になんかトラウマとか性被害を受けて男性恐怖症になりましたとか、私だって男性恐怖症になったし克服したけどね、なんかこうやってちょいちょい週刊誌に出てくる告発の女性なんかモヤモヤしますね。本当に良くないと思います。こういう浅はかな気持ちで芸人さんとこういう性行為をするっていうのは本当に良くないと思うし、自分のそのキャリアが汚れると思うんですよね。私は過去の自分に本当に怒ってやりたいし、もうこういうことは絶対にやらないと、まあ、今回話した話私もだいたい8年くらい前の話なので、もう今はそういうことは一切ないです多分ですが、まあ、YouTube で私もある程度こうたくさんの視聴者さんに見ていただいてるってこともあるので、そういった変に手を出してくるような芸人さんも多分いないと思うんですよね。だってYouTube で告発したら怖いじゃないですか、相手の芸人さん側も。だからそういうことなんですよ。本当に卵の時ってやっぱり足元をすごく見られるから、そういう女性は今のその卵だからこそ行かない方がいい、チャンスが欲しいのはすごい分かります、分かりますけど行かない方がいいっていう、そんな感じで、今回ですね結構真面目な堅苦しい動画になってしまったんですけど、過去に私も経験したからこそ話せる話題だったのかなと思うので、こういうこともあるんだなみたいな感じの気づきのきっかけになれば嬉しいなと思います。最後まで見てくださりありがとうございます。今回の動画がなるほどそうだったんだって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録評価お願いします。あと各 SNS のフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。